はい、カトサンパ始まりました。今回のカトサンパはですね、ここ朝倉市、福岡県ですかね、朝倉市です。朝倉未来選手、流したけどね、好きなんですけどね、いやファンとしてはまだ続けてほしいですよね、本当にね。なんか勝ち負けで戦った姿を見たいっていう、まあ行きましょうかね。はい、ここに、ね、朝倉を代表する、風景第1位わかんないですけど3連戦車ね、これちょっとね、みんな動力で回ってるんですけど、昔は多分ね、山から降りてきた川の水で回ってたんじゃないかなという、ことを思うんですけど、これでこの敷地内の木とかね、そういうのを回してるらしいですね、水を。いやー、紅葉のいい季節ですね、もうね、秋月城やってきましたけどね、ここは城跡なんで、まあ、城はないにしろ、この、ね、用水路とかがその当時のまま使われているということで、かなり珍しいお城の跡なんですよね。はい、まあこう城下町が広がっていた当時のままということで、こういう景色もね、当時の人見てたんかな。はい、ここはね、ロマン堂っていうところなんですけどね、チョコレートがこうコーティングされた、中がこうミルフィージュになった美味しいお菓子なんだよね。あれルマンドかそれあれじゃなくて、モダマっていうのがなんか有名らしいですけどね。モダマってなんだろうね。あ、マリモ元気かな、聞いてみましょうか。はい、ロマンの道さんやってきました。ここで有名なのがモダマなんですけど、これがモダマで、こうやっていろんなブローチとかね、つけて、キーホルダーとか、ネックレスもなんですね。で、こうやってね、実際に幸福の豆って言われてて、こうやってね、こうやって見事ゴールインした人とかね、ここで出会ってゴールインしたらしいですよ、これ。はい、ということで、福岡県の、朝倉市散歩させていただきました。やっぱびっくりしたのはあれだね、豆の大きさね。あんな豆が世の中にある、あれ、世界で一番でかい豆じゃなかったかな。こんな豆があるとは、さえも思ったせいかな。ということで、ありがとうございました。